フランチェスコ・モゼールは、イタリアトレント自治権の上墓出身、元自転車競技選手。イタリア語に即す表記だと、フランチェスコ・モゼルとなるが、日本の自転車競技関連雑誌等ではフランス語に、即したフランチェスコ・モゼールとして表記することが、一般的となっており、それに習って、表題をつけた。現役自転車ロードレース選手のモレーのモゼールは、おい。 ツールとフランス1975において、序盤のステージで、エディ・メルクスと互角の戦いを演じたことで、世界的にその名が知れ渡るようになった。また、ツールの初代新人賞受賞にも輝いた。しかしツールに出場したのは後にも先にも、この一回きりだけだった。1977年の世界自転車選手権制覇。 また、1978年からパリ・ルーベを3連覇するなど、ワンデーレースは滅法強く、加えて、アワーレコードは、平地、高地、室内の3つにおいて保持したことがあり、タイムトライアル系種目においても、無類の強さを誇った。おそらく、ワンデーレースや、タイムトライアル系レース限定ということであれば、幾度となく、下着を削った。 ベルナール・ルイノーよりも強かったと思われる。また、トラックレースの6日間レースでも多くの優勝を経験した。ステージレースにおいても、数多くの優勝を果たしているが、ほとんどが1週間程度行われる大会でのもの。グランツールでは、長期の75年のツール出場以外は、ジロでイタリア1本に照準を定め、1984年に、 最終ステージの個人 TT において、ローラン・フィニョンを逆転して、総合優勝を果たしたほか、総合2位も3回あり、また、ポイント賞も4回受賞している。もっとも、難度の高い山岳コースを苦手にしており、しばしアシストの力を借りて、ようやく完走したこともあった。1999年、スポーツ医師であるフランチェスココンコーニの助言を受け、 当日する、アワーレコード達成成就のため、血液ドーピングを行っていたことを認めた。1984年1月19日、メキシコにおいて1972年に、エディ・メルクスが記録した 49.431km のアワーレコードを12年ぶりに更新する 50.808km を記録。 しかもその4日後の1月23日には 51.151km に更新した。しかしこの記録は後にファニーバイクを利用してのものであるという理由によりベストヒューマンエフォートという形、つまりアワーレコードとしては非公認記録とされた。アワーレコードについてはメルクスが1972年当時に使用した使用に準じる。 自転車で記録更新したものに与えられるという規定に国際自転車競技連合が改めた。ちなみに改定されたアワーレコードにおいては2000年にクリス・ボードマンが4 9 4 4 1トルを記録しメルクスの記録を28年ぶりに更新した。1987年に現役を引退。 現役時代の金欲的な食生活の反動で、急激に太る選手が少なくない中、引退後も年間数千キロメートルに及ぶ、トレーニングを欠かさず、スリムな体型を維持していたが、自転車に対する情熱はそれにとどまらなかった。グレアム・オブリーの特殊な姿勢を用いた、アワーレコードの記録更新に刺激され、アワーレコードに挑戦するためだけに現役に復帰。 相談を持ちかけられた、エディメルクスは、気でも狂ったかと絶句したというが、メルクスの反応も帰り見ずに着々と準備を進め、タイムトライアルのスペシャリストであったゼノンヤスクワを、従えトレーニングする姿を見せて、周囲を驚かせた。1994年の1月15日。 空気抵抗の少ないメキシコシティの競技場で、オブリーと同じスタイルの自転車を用いて、アワーレコードの更新に挑んだ。記録更新はならなかったが、10年前の自己ベストを、更新する 51.840km を、達成、二重に周囲を驚愕させる結果となった。ありがとうございます。